祭り優しいイメージ、あ、多分優しくはないかな、人によるかな。知り合いには優しいけど他人には冷たい性格かも。いや逆かも逆だわ、あ、逆だわ。琴音とかわっちゃんにははとか言うけど、はじめましての人にはニコニコしてるわ。どっちやねん、全然あれやった、逆やった、うん、でもなんか人にもよるな。ルーナとかって甘やかしたくなるじゃん、可愛くて、うん、キャーイーってなるけど、人によるけど、人見知りのだけでは、あー、まあそれはあるかも、なんか距離感の伺いみたいな。フブキングは、いやー、フブキは、え、なんだろう、もう長く一緒にいすぎてもうわかんないけど、白髪ーっていう時はある。でも基本長く一緒にいすぎてあんまわかんないうん、て言って、いやマジ長いもん、だってもう3年以上でしょ。3年以上ってん？そうだよね、だってもうとりあえず中学校は卒業したでしょ。え、やばいねそれなんか急に怖くなってきた自分が。中学が終わった、高校も一緒だったっていうことでしょ。うん、最近だんだん祭りのことが好きになった。あ、もう抜けられないよ、祭りにはまんない方がいい、しんどい思いをするよきっと今後。時には嫌いになるかも祭りのことが。でもなぜだろう、また祭りのことを見てるんだ。あうん、沼、沼じゃん、入ろうぜっつって、入ってくれたら優しくするよ。優しくされるのが好き、それともちょっといじめられるのが好き。比べられっこ、比べられっこ、特に知って